はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナノフラワーでございます。ついに来ましたね、正式版のボエズ、リリースということで、リリースしてから、まあ、未だ30分経ってないぐらいの撮影となっております。現在、5月26日になりました。深夜1時22分でございます。まあ、家族が寝静まっておるので、少し小さめの声になってしまっているかもしれませんが、ということで、毎度、新音ゲーが出た時の紹介動画、撮っていきたいと思います。インストールしてまだ一度も開いておりません。では、参ります。ドン。はい。グラフィックとかね、プレイ時のね、グラフィックって言ったか。すごく綺麗なイメージが。ボエズは通知を送信しますですね。サイタスとかディーモとかは通知がないんですが、ボエズはあるんですかね。レイアクゲームズと。プレイするにはインターネット接続が必要です。これはサイタスディーモにはないですね。結構ストーリーとかに凝ってそうな感じでしたよ。アプリの概要欄ですね。可愛らしいメガネ、長髪、黒髪女子。またサイタス・ディーモとは全然世界観が違いますね。で、事前にベータ版をまあやらせてもらったことがあるんですけれども、まあそれとか事前の自分の知っていることというと判定がかなり厳しいですね。理論値は、まあ多分、実機指糸とか、よりも断然きつくて、まあ実機指糸が前後42ミリセカンドですね、0.042秒判定枠があるんですけど、多分それよりは確実に狭いですね、0.03 とか。多分低難易度しか理論値は厳しいと思います。まあその下にオールパーフェクトってあって、それよりも基準の狭いパー、AP みたいのがあるみたいですけど。ということで、ボエズ始まりました。ピチョンって言いますね。では、自分は、どれでログインしましょうか。じゃあ、ツイッターの方でログインをします。ミの音がしますね。利用規約は、まあ、読んだことにしましょう。はい、読みました。ニックネームですね。今回一曲一曲のランキングが、オンラインで出るということで、私、ナノフラワーと申します。頑張ります。現在、これは、ロード中ですかね。まあ、いろいろあるようですね。もう無料曲、有料曲がだんだん増えていきますよということが書かれていましたね。アプリ最大の曲数を目指しますよと。結構、アンロックしなければならない曲が多いみたいですね。どれが遊べるのかな？レベルが2、7、12と出てますね。じゃあ、とりあえず2からやってみますか。まあ、多分この動画では、一度初見プレイしておしまいぐらいにはないと思いますが、とりあえずやってみます。皆さん、続々やられてますね。ここでスピードが変化できると。で、多分、いろいろ設定が変えられると思うんですね。まあ、最初は適当に行きますか。まあ、判定のこのレーンですね。レーンが動くとか、そういうのは知っております。チュートリアルが最初になるんですね。あ、この赤いノーツは
タップしてくれと。ホールド、もう見た感じホールドですね。多分終点に判定がないみたいです、ホールドは。でスライドは、まあ、そこに指があればいいノーツと。で D も初ですね、スワイプノーツがありますと。いや D もじゃない、レイアークオトケ初ですね。ではやっていきましょうか。そう、ぬるぬる動くね。ぬるぬる動くんですよ。多分また判定は合わせないといけないですね。音割りの場合は少し早めに入らないといけないパターンですね。でこれは指の多分早起きができると。見やすくなってますね。あのベータ版よりも判定が。虹色になってますね。多分黄色が普通のパーフェクト。虹色がいい方のパーフェクト。判定見やすいですね。やっぱタップ音をオンにすると少し早めにタップ。まあ、D もとか最多速同じですね。で、判定調整ができるみたいなので、どっかで。やはり、あの、ホールドの最後に判定はないですね。指糸とかと一緒ですね。確かに判定厳しいですが、間違えた。なんか指とプレイ途中なんですが、親からうるせえと電話が来て動画の撮影が切れてしまいましたということで、以上でボーイズのあれですね、動画ですね、終了とさせていただきます。まあ、ゲームの内容自体はね、某マックスさんの動画にも上がっていたように紹介はされていたので皆さんご存知かと思いますが、システムの方はね、まだ自分を立ち上げたばかりなので皆さんご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか。本体自体は無料なので、はい、ぜひ。だいたい容量も200メガちょっとです。今のところのレイアークのゲームにしては軽いかなという感じですね。はい。自分もボーイズの動画、他にも多分これから上げていくので頑張ります。ではでは、ご視聴ありがとうございました。